四肢欠損症という、まあ、噛んでしまうような障害なんですけれどももう両腕は肩から綺麗になく、3本ある足のここを使ってる、そうは分かるけど、こっちは使えるの。こっちも一応使ってる。子供をね、こう移動させる時にちょっと服を加えるんだけど、服を引っ張ってだけど、いくよ。まあ、でも結婚して子供が生まれ、獅子巻きだけど別にこう子宮とかに何か問題があるっていうことではなくて、できにくい体っていうことではない。本当に私の障害は欠損ってだけで、ただ欠けているだけで、内臓的な面ではもう本当に他の人と一緒で、特に何も変わらず、だけどやっぱ体が違うってだけでどうなんだろうと思って、結婚してからかな、病院に行って妊娠をしてみたいんですけど、私って妊娠できますかねって、そしたら生理も来てるし、別にね、子宮とかも問題ないからできますよみたいに言われて、それがすごくね嬉しくて、できますよっていうその可能性を言ってくれたことがすごい嬉しくて、じゃあ頑張ろうみたいな、じゃあ普通に、まあ、できましたってなった時に、ただ、まあ、私もそうだけどずっと車椅子だし、まあ、地面に降りる時も普段はあるんで、ね、そうそう、お尻で歩いてる感じ、要はこう どんどんというかさ、振動をこう与える動きを多いし、まあ、子宮がこう潰れた状態が我々は多い環境の時間の方が多い中で、上がってくるみたいな、ね、そう、なんか、まあ、結局多分帝王切開になりますっていうのは多分初めから、そう、意外とね途中までね決まってなくて、あ、でも生きめるからか、それは。いや、私があのリスクとかよりも、なんかちょっと自然分娩をしたいっていうのは、ちょっとやっぱ憧れがあって、どうですかねみたいに言ったら、まだちょっと分かんないけど、でもまあ母子ともにね、リスクを考えた上だと帝王切開の方が安心だよってことで、帝王切開。でも、まあ、そのお腹が大きくなって座ってる状況ってどんな感じなの？なんか私動けるのかなとか、で姉が看護師なんだけど、多分亜美はもう予定日よりも3ヶ月とか早く出さんといけないんじゃないみたいな、出してもいいのに達するレベルも無理だなって言われてたんだけど、意外とね普通、なんかお腹が大きくなってきても、あ、ちょっと重くなってきたなぐらいで、でなんかもうお手洗いも、そうそう、なんか段をこう登るふうにしてトイレに行ってるんだけど、ちょっとピョンみたいな時もあるじゃん。降りる時はピョンピョンって飛んで降りるから、その時はゆっくり降りるんだけど、でも登る時もちょっとかがんで片足を上げて登るんだけど、意外とね、9ヶ月ぐらい、ほんと生まれる直前までできてて、本当に自分で車椅子にも乗れてたし、ただベッドはさすがに乗るってなるとお腹を潰しちゃうから、夫が抱っこして乗せてくれてたんだけど、それ以外はね、意外とね、あ、もうお腹大きくなってきたからこれができなくなったっていうのがなくて、でもほら、前かがみでさ、足、その飲み物飲む時もこう、こう行ってこうして、それがね、意外とできる。できるの？あ、そうなの？これご飯食べる時、足上げて、テーブルにね、いつも足置いて、こうやってかがむんだけど、だからなんか、お腹って妊娠で大きくなるけど、硬くはない、柔らかいみたいな、だから、あんま潰しちゃいけないけど、そうだよね、いけてて、だから自分でもびっくりで、で、その妊娠する前に、あの下半身麻痺の車椅子に乗っている女性の方が、お子さん産んでいる方がいて、子供が大きくなるにつれて胃がこみ上げてくる、上がってくる、からずっと気持ち悪くて、大きになるにつれてすごい大変だったって聞いてたから、座ってる状態だとそうなのかと思ってたんだけど、別にそう思って、意外とね、本当に妊娠中、障害を持ってることで辛かったっていうのが思ったよりなかったから、自分でびっくり。その子育て動画はだから、あみちゃんの YouTube に結構いっぱい
出てるけど、うん、もうすごいなって。いやいやいや、抱っこ紐に乗せますよって言ってるとか。あ、それこそだから顎外れる。あがちゃん、あがちゃん。子供をね、こう移動させる時にちょっと服を加えるんだけど。いくよ。5キロぐらい、うん、意外と余裕。いや、でも絶対まこちゃんは両腕があるから。あ、そう、できる、多分抱っこできる。あ、でも体幹がなくて、その下から甲が持ち上げれないのね、私は。あ、じゃあベビーベッド。そう、だから多分ここら辺の高さだったらできるけど、全然子育てのまこちゃん、子育てのって言ったらなんかすごい今からしますみたいなあれもあるけど、違う。あ、でもね、これが出てる時は多分もう報告してる時だから、あ、違う、違う、違う、あー、聞いちゃったよと思った。違う、全然パートナーができましたよっていう、その彼氏ができましたっていう。え、あの方？でもどの方？あ、スカノバージン。あ、違う、あの方じゃないから、あの、へぇ、すごい、おめでとう。セカンド、セカンド。今どれぐらい？あ、でも今、まだ付き合って、で、7月に付き合ったの。ほやほや。やばい、やばい。だからすごい。でもまあ、全然結婚とかのあれはないんだけど、その人。でもやっぱパートナーできると考える。うん、でもなんか私は、例えば今そのお兄ちゃんの子供が追い込み行くいるんだけど、うん、いやでも抱っこがさ、みんなその立って抱っこしないと泣き止まないみたいな。私すごいそれが一番の悩みで、うん、特に新生児とか、そうそうそう、やっぱ周りが友達出産した子が多かったから、うん、もう夜寝れんかったとか、うん、もうなんか背中スイッチみたいな、うん、抱っこして、うん、置いたらまた泣くから、うん、ずっと抱っこしてて腱鞘炎みたいな、うん、無理じゃん、うん、と思って、うん、でやっぱ夫も平日仕事してるから、うん、起こすわけにはいかないし、うん、やっぱ寝てほしい、うん、じゃあ私がやるしかない、うん、どうしようと思って、うん、でなんか、まあ、今まで上げた動画のコメントでも、うん、その抱っこ癖ってないよって結構言われたんだけど、うんうんうん、やっぱ当時の私は抱っこ癖っていうのがあると思ってたから、うん、ちょっと泣いただけでも、あ、どうしたどうしたって、抱っこはしないどこって夫と決めてて、うん、やっぱ抱っこしてくれるって思わせちゃうと、うん、もう抱っこじゃないとダメになっちゃうかなと思ったから、うんうんうん、そうすると私一人の時に困っちゃうから、うん、だったらもう抱っこしないしずに、うん、あやす方法を考えようってことで、うん、できるだけ抱っこはしなかった、うん、よっぽどすごい泣いた時に夫が抱っこするぐらいで、うん、まあ、あとはもう親にもあんまりちょっと抱っこはやめといてって言って、うん、もしかしたらかわいそうだって思う人も多いと思うんだけど、私の子育てとしてはちょっとそういう風にしていこうって思って、すごい泣いちゃった時、うん、私たちもできるだけね、喋りかけるようにしてて、私たちどうしたみたいな、うん、もうほんとね、生まれて新生児ぐらいからもうとにかく話しかけることを大事にしようと思って、うん、喋りかけたりとか、うん、あとはもうおしゃぶり、うん、あんまり好きじゃなかったんだけど、しゃべりは。でもトントンしたり、横に肌を触れ合うって、うん、でやっぱり赤ちゃんって抱っこじゃなくてもお母さんとかお父さんに触れ合うだけでも安心するって聞いたから、うん、そういうのをちょっと試してみたりとかしてて、そしたら、うん、意外と抱っこ抱っこがなくて今、今も抱っこ抱っこないかな。で楽だ、やっぱり理解してくれるのが早くて、だから抱っこっていうのも私には一回も言ったことがなくて、あ、できないんだなっていうのが分かってるのか、ママ抱っこがなくて、うん、でも抱っこっていうのがない。ただその抱っこ紐に憧れていた時もあったし眠たい時はすごいやんなきゃだから、何か方法、抱っこできる方法はないかって思って、うん、たまたま買った抱っこ紐が自分でもできるような抱っこ紐だったから、うん、チャレンジしたらできて、まあ、そこから練習を重ねてできるように。あの座りながらあの抱っこ紐をこうやってるやつでも全然納得してくれる、納得してくれる、ぐっすり寝てくれて。ああ、そうなんだ。
あ、逆にパパが抱っこして寝かせようとすると嫌かも。ちょっと嬉しい私は。確かに。ママママって言って来てくれるから、突入してからもやっぱ寝かしつけは私で、ママがいいみたいな。でもこれぐらいになるとやっぱ下から抱っこすることが多いから、そう思うと。ゆくゆく登ってきて。あ、そう。痛かった。来ました。そう、座面に乗ってくれて。二人でお出かけも今するようになって。あ、へえ。だからまこちゃんもおいでって言って、多分自分から膝の上に乗ってくれると思う。そうだね、あれくらいだったらいいと思うな。うん、でも私のさ、この膝までの距離しか乗るとこがないから、少ないんだよね、乗れる場所が。自分の服をこう、もうベルトのように子供とくっつけて、まだ首座った後に、自分のワイシャツとかで縛って。私も最初やってた、ベルトやってた、なんか椅子の補助ベルトっていうのがあって、赤ちゃんのご飯食べさせるときに使う、椅子から落ちないように、それを私につけて、私が椅子みたいな、で娘につけて落ちないようにしてた。じゃあほとんどその自分の親のお手伝いとかもそこまでなく、意外とね、首座るまでは里帰りしとりんって言ってくれたから、4ヶ月ぐらいまでいたんだけど、実家に。それからもうヘルパーさんが午前午後と1時間半ぐらいそれぞれ来てくれるから、あ、今も？今も、私のお風呂とか。あ、はいはい、で今は娘もお風呂入れてくれてて、へ、でもお風呂はさすがに私一人はできないから、で夫もやっぱ残業で遅くなると、やっぱその分娘も寝るのが遅くなっちゃうから、ヘルパーさんが私と娘のお風呂を入れてくれて、あとは基本意外と2人でおむつ替えたり着替えたり。そうそう、あれさ、うんち食べちゃわないの？めっちゃ見ててさ、うんち食べちゃわないの？噛みつかないとかも言われるんだけど、意外といける。めちゃくちゃ中にうんち入ってるでしょ、ね、あれ。最初はね、おむつ多分無理だなと思って、だけどね、もうここもね、もうね、練習、特訓を、ね、重ねていけば人はできるようになるなって思うんだけど、もう本当に入院中から看護師さんに教えてもらって、いろいろな方法を考えて、でコツをつかんで、今はね、パンツ型っていうのかな、できるようになって、で娘もありがたいことに、私だと動かずに終わるまでじっとしてくれたり、でお尻の方を上げるときには横向いて、腰上げてくれたりとか今してくれるから、全然もううんちもね、全然余裕、全然なんとかなるっていう、意外と。だから本当やっぱりね、でも妊娠してその出産ってなった時にすごい初め叩かれて、もうなんか直接メッセージ送ってくる人もいて、子育てなめんなとか、なんで子供なんですかとか、やっぱ子供がかわいそうとか、なんかすごい言われてショックだったんだけど、逆に見てろよみたいな逆にじゃあ私子育てできるところをみんなに見てもらいたいと思って頑張れたっていうのはあるんだけど、めちゃくちゃすごい。いやいやいや、また絶対まこちゃんも絶対全然大丈夫だと思う。福祉サービスとか福祉関係とか、もう妊活中から通ってたから、やっぱいろんな方に相談して、いつ妊娠してもいいように対策はとってたかな。まだ子育て動画を、あみちゃんの動画ではいっぱい見れるんだよね、きっとね。はい、頑張ります娘も大きくなるしね。そう、だから本当にちっちゃい時から今歩けるようになってね、自分でなんかこう、自分でもこういろいろできるようなやつがこう見れるから、すごい面白いので、ぜひ皆さん見てください。じゃあお願いします。ね、で、あみちゃんの方でもこれがまた私の方のコラボがあるので、はい、どっちも見てくださいということで、じゃあ今日はこんな感じで、はい、はい、終わりたいと思います。はい、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします、はい、では本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。